皆さんこんにちは、こんばんは。エレクセニコーシ金城淳之介です。えー、今回2019年二次ファイナル全国模試の公表を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えっとこの収録しているのがですね、もう10月入りました。はいということで、本試験までもう3週間切った状態です。でこの公表で何伝えようかなとまあいろいろ考えてたんですけれども。 これをご覧になった皆さんもう試験までも早くてもあと2週間ちょいもう遅くなっちゃうともう1週間しかないとかねそういう状況の方もいらっしゃるんじゃないのかなとでそこでこう細かい事例の「第何問がどうこう」とかね言ってもあんまり意味がないなっていうのが個人的な考え方なのであの残りの <laughs> まあ3週間を切った今、まあ、人によってはもう2週間切ってるかもしれないえどうしようかと。 はいあの短い時間ですけれどもお付き合いいただければと。でまあ公表というからには、まあ、全体の話もしなければいけませんのでざっと全体見てみますけれどもこんな感じでしたね。えー、と平均点178.8ということで、まあ、約500名の方がお受けいただいてで一番こうまあ人数多かったのがですね、まあ、平均点。 えと偏差値4763人、えー、ということで、まあ、170点から180点のあたりか、はい、が一番人が多かったとで合格点240点ですので、まあ、レック基準でいくと合格にはちょっと届かないというところの人がまあ大勢いらっしゃったとでむしろ裏返すと <laughs> まあ上位ですね えー、大体どの辺かな200点以上取れた人はまあそこそこいけるんじゃないでしょうかっていう印象です。で採点私事例の2を作ったので事例の2の採点を担当したんですけども見た感じですと例年よりもうんばらつきが大きい。 ばらつききが大いいというのはそのレベル感ねできる人はまあ毎年のようにいますけれども今回ねできててないっていいっう人がいつももよりも多い印象ですつまり今まで二次ほとんどやったことありませんよとかそもそも二次試験の解き方分かってないなこの人という人が例年より散見されたと。ななんでだろうなって思った時にもう皆さんご存知今年の一次試験の合格率ですね。 4,400人4,144だったかな4,400人が1次試験合格してるという、えー、過去ない、まあ、類を見ないですね、えー、非常に多数の合格者がいるということは当然このぶれも大きくなるわけでできる人とできない人の差が非常に大きく開いてるのかなと。<laughs> で多分その方々が全員二次受けるとしたらですよ今年の4四4 4人が全員受けるとして去年の不合格の方も残ってますからね2回目のチャレンジの人も合わせるとまあざっくり5,000人から6,000人ぐらい二次受けるんじゃないのかなと。うんなのでもうはっきり言うと今年の二次試験は。 例年20%ぐらいの合格率だったのが大体15%とか下手すると13%とか非常に厳しい勝負になるんじゃないのかなとあの要するに合格の合格者の数は大体900人から1,000人で毎年変わらないのでそこの、まあ、要は椅子を増やさない限り多分厳しいことだから例年5人に1人が受かってたのが今年は多分6人に1人。 下手すると人人にとというようよな状況が想定されますとはいえですよとはいえうんとさっきも言ったようにそもそもそのじゃあ仮に5,000人いたとして私のイメージですよ5,000人中3,000人は多分勝負の土俵にも乗ってない乗ってない。 全然もう話にならない箸にも棒にもかからないって言うと失礼だけどはっきり言っちゃうと3000人はもうノータイムで落ちる人たちむしろ上位の2000人ですよねここの勝負になるという意味でいくとそんなにその力のある人は悲観する必要はないわけですよ今までちゃんと二次対策をやってきた方ねうん。そしたら別に下の方でわちゃわちゃやってる ガガチャガチャャ騒いでるぐらいで今まで通りの力を出せば上位の人はもう普通に受かるか問題なのが今までに二次を勉強してこなかった人たちですよまだ土,土俵に乗ってない3,000人の中の人たちこの人たちがいかにこの上位2000人の土俵に乗ってくるかなんですよねでそのためには、まあ、私もずっと8月終わりから言い続けてますけれどもとにかく。 過去問と向き合ってどんな問題が出てどう答えるべきだったのかとか診断士として求められる基準って何なのかと敵を知らないと,対処がで、ね、ところが聞いてみるといや全然過去問やってないんですよっていう受験生がゴロゴロいるだから過去問をやってるって方にとっては実はそんなに慌てる必要はないわけですねでですので え今まで着実にもうあの勉強してこられた方は残り2週間の粛々と過去問の事例の1はこうだよねこういうパターンだよねとこういう時はこうと対応すればいいよねとか切り口こうだよねとか事例の2はこうだ3は4はっていうことで今までの自分がやってきた過去問を繰り返しざーっと <laughs> やることだけで十分です。はいでえー、もう 80分のタイムマネジメントですよねンミスをしないようにとかねそういったケアレスミスに注意をするだけで十分合格が可能になると思います。だ一方でで今まで二次の勉強してなかったという方というのはそもそも2そ次試験の戦い方どういうふうにその考えればいいのかとかどういうふうに表現すればいいのかとか。 そういったものがもう全くこう身についてないというかもうそれはもう答案実は、ね、今日、ね、あのいろんな受験生の答案サンプル答案を私もらってざっと見たんですけども <laughs> ここにあるのは優秀な方の答案、うんね、事例さんなんか今回100点取った方もこの方は通信じゃなくてあの通学で会場で受けて100点ですからこれは本当実力ですよね。 でまあ通信で受けた方はうんといろんな面でねあの厳密な環境でやられてないのであまり参考にしなくてもいいんですけれどもあの厳密に会場で受験された方々の、えー、答案をざっと見てるんですね。ただここにあの、まあ、お見せはしませんけれども、うん、読んだ感じ あのこの人たちは多分受かるでしょうっていう,もう土俵に乗っててで先頭集団を走ってる人たちなのであのこれを見せてねで第1問の「ここがこうと」ととかね本来なら公表ってそうやるべきだと思うんですけど今それをやってもあの変に受験生の皆さん焦らすだけであんま意味がないので私はやりませんがあのまあ読んだ感じそんなに。 例年に比べてじゃあこのトップ集団の人たちがねすごいかっていうとそうじゃないんですよ当たり前のことは当たり前にやってるだけなのそれだけでトップ集団に来れるんですよこの意味わかりますだから二次試験合格した方であればもう十分知識は十分それをどう80分で表現するかだけなんですよ。 その訓練がちょっとだけしてる人たちがこの上位トップ集団やってることは聞かれたことに素直に答えているだけです理由は何ですかって聞かれた理由はこれこれこうだからですって言ってるだけ、うん、ところが初心者になると余計なことまで言ったりするわけですよそんなこと書いてないでしょうとどこに書いてあるんですかいやちょっと想像で書いちゃいましたと、うんうん、アウトですさよならそういう世界観ですよねあくまでも 問題の、ね、予見文に書かれている情報の中で出題者が問われたことに素直に答えるとその訓練です。ね、で従来のうん、まあ、5年前56年前でしょうかね56年前までであればそれこそ国語の試験みたいに予見文からもう抜き出してきてねでキーワードをぎっちり埋めれば それこそ合格できた時代もありましたけども最近は考えさせるタイプの問題が増えてきてますだから予見から抜き出しつつでだからどうなのっていうそのプラスアルファここを書かないといけないだから今回の模試でもやっぱりだから何なのってプラスアルファが結構あの弱い、うん、答案が多かったですねだから予見分から抜き出すのはまあ、大概の方はできるわけですよここが問題であるとかね ここが結論であるとでなだからどうなるのその後どうなるのとか何に注意が必要なのとかねプラスアルファの部分診断士としての付加価値の部分がなかなか出せていないっていう傾向ですかね。だかこののトップ集団の人たちはそれがですから今から手っ取り早く点数を伸ばすんであれば基本的に予見から抜き出してプラスアルファを常に意識,意識することと。 ただそのプラスアルファはどこまでアルファしていいのかっていうねこの範囲がありますからねだからその範囲どこまでだったらまあ累水の範囲なのか掘り下げていいのかこの感覚ストライクゾーンって私よく言うんですけどこのストライクゾーンの感覚を学ぶのは過去問しかないんですので残りの2週間ちょいね過去問を徹底してやってくれっていうのはそこなんですよ。 ただ、まあ、独学の方であったり、今まで二次全くやってこなかったという方いらっしゃると思います。そこで、まあ、あの、プロモーションになりますが、レックでは、まあ、いろんな道場をね。えー、講師別の道場っていうのをご紹介してるんですが。えっと、三つご紹介したいと思います。<laughs> で、四つか、一つは。この後藤先生の切り口。だから、二次試験でどういうふうな切り口で考えればいいか。 例えば売上って聞かれたら客単価と客数という切り口とかね組織って問われたら組織構造と組織文化に分けるとかこういうふうない考える切りり口の道具があります、はいで。これ生講義は終わっちゃったんですけども通信ありますのでね切り口興味がある方は是非、えー、ご確認をいただければと思います。で同じく立花先生の表現力さっき言った80分でどう表現するかと。 こちらも生講義は終わってますけれども、通信がまだ、えー、お買い求めいただけます。はい。なので、のちょうどまたあの締めまあ今言っちゃおうか。かこの後藤先生も立花先生もえっとく10月7日まで10月7日10月7日以降に申し込んじゃうと多分勉強時間がなくなっちゃうと思います。なので勉強時間の余裕を持つともう10月7日がデッドかなと思います。 はい、これがまず通信ねであとこれは本当にもう見る人限定、えー、もう10月5日生講義で梅田でね、えー、高村先生の、はい、合格答案作成術ということで、まあ、思考トレースするという意味ではその短時間でもね、えー、ある程度の水準になれるという道場をこれ梅田で行いますあの関西方面の方々是非、えー、ご参加いただければと思います。はい で、最後これ私なんですけれども、えっと生講義10月6日と13日池袋本校で過去18年分の過去問を一気に総ざらいするというね。あの怒涛の講座です。1日3時間ずつ合わせて6時間6時間です。だものすごく負荷が高いです。 けれどもこの6日と13日池袋本校に、ね、参加していただければもう事例の12そして34それぞれもう3時間ごとに、ね、全部で計12時間あります。でもう全部18年分どっぷり掴んであ事例1ってこうなんだなっていうある程度のパターンを掴んでいただける講座になってます。なので関東近県で、えー、池袋まで来られる方はぜひこれはもうマストアイテムね もうすすででにですね何十もうかなりの人数、はい、私の,あの池袋の受講生の皆さんなんかも大半の方が受講されますしもうかなり、えー、もう詰め込み型であのスパルタなんですけどもこれはもうぜひ参加していただいてただ地方の方で「いや参加できないよ」という方、えー、ご安心ください、えー、と通信でですねウェブ DVD ご用意してますのでこちらもですね あの先ほど申し上げたように月日がもうマストだだと思ってくださいその資料の発送だったりだとか、まあ、いろいろ勉強時間を考えると10月7日ぐらいまで、まあ、遅くても10月8日かなこれ超えちゃうとものだけ届いて勉強時間がないってことになっちゃいますのでまあ10月7日までにこちら、えー、近所のですね2次過去問総ざらい道場と。 えー、過去問総ざれで、まあ近所でね、えー、レックのお問い合わせいただければお買い求めいただけますので、まあぜひこちらもご検討ください。ただ泣いても笑っても本当あともう二週間ちょいです。なやるべきはもう過去問しかないですよ。でさっき言ったように、えー、上位2000人に入っているような人々はもう過去問を今までやった通りやればいいと。 でまだ土俵に乗ってないなって自覚ある人は切り口とか表現力とかね基本的な2次のベースとなる部分からやると急がば回れです。まだ間に合いますのでそういったところでですねあの土俵に乗れるように勝負の土俵に乗れるようにね意識をして頑張っていただきたいなと思います。はいというわけで、えーまあ、2次ファイナル模試の好評と言いつつですねもう模試の結果 見た感じ本当にあまりにもですねちょっと差が大きいなと思ったのであえて直前のの対策の勉強法についいててご紹介させたただきました、えー、今年は本当に繰り返しになりますが、あのー、過去類を見ないほどの競争率に率の上ではねなると思いますが土俵に乗ってない人が増えただけですから,、うん、ですからこの動画を見ている皆さんは多分もう土俵に乗ってらっしゃる方だと思います。 ですので慌てずねいつも通りの力が出せるように、えー、準備を怠りなく、えー、しっかり過去問ね18年分振り返っていただければなと思いますというわけで、えー、2次ファイナルもし公表については終わりたいと思いますでは、えー、講義で皆さんとまたお会いできる日をお楽しみにしていますお疲れ様でした